はい、皆さんこんにちは。EY ジャパンの、ウェビナーに今回ご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日の司会進行を務めます EY ジャパンピープルアドバイザリーの日本地域代表をしております宇沢と申します。よろしくお願いいたします。では早速基調講演に参りたいと思います。次のページをご覧ください。大野様ですね、本田技研工業の、人事部の部長であられまして、大学卒業を最初京セラに入社されて、その後2003年から本田にお勤めになっております。人事の企画であるとか、あるいは海外の駐在であるとか、非常に多岐にわたる人事のご経験をされて、現在2011年の4月より現職を務められておりまして、私自身もプロジェクトの中で、小野さんと一緒にお仕事をさせていただいたという経緯がございます。今日はですね、非常に面白いテーマだと思います。本田従業員の可能性を解き放つということで、日頃やられている HRDX、ピープルアナリティクスのお話、エンゲージメントのお話、そのような話を中心にですね、ぜひお話をいただこうというふうに思います。では、小野さん、よろしくお願いいたします。はい。宇沢さん、ご丁寧にありがとうございます。今回HRDX を掲げて話をさせていただくわけですけれども、本当に我々でいいのかというところは正直思ったんですけれども、非常にチャレンジングなお声掛けをいただきまして、今回この場に立たせていただいております。HRDX といっても非常に難しいテーマだなというふうに思ってまして、ただ我々もその今宇沢さんたちと一緒にプロジェクトやらせていただいて感じたりですとか、今日ご参加いただいている各社の皆さんもですね、かなり試行錯誤をされながらやられているのかなというふうに思ってまして、我々ももしかすると規模は大きくてなかなか変えることは難しいですとか、新しいことを始めるのは難しいと、そうした中でも我々はこういうふうにいろいろなんとか工夫しながらやってますよみたいなところの、一端がお伝えできればいいのかなというふうに思ってます。ですので、その先進的な取り組みを知りたいというふうに期待されているところに、なかなかお答えできないとは思いますけども、課題感的なところですね、皆さんと共有できればいいなと思いますし、今後そういった気づきを与え合えるようなことができればいいのかなというふうに思って、この場にさせていただいていると、そんな次第です。はい。で、今日の中身なんですけども、以上この4点に沿いながら話をさせていただければなというふうに思っています。はい。で、ここからですね、本田における HRDX の推進ということで話をさせていただければなというふうに思っています。HRDX 何を実現させるかということで、先ほど申し上げたような採用ですとか育成、それぞれの、サイクルがあるわけですけども、それぞれいろんなイベントがあるかなと思ってまして、それぞれのイベントにおいて、非常に大変ではあるんですけども、この会社視点、ちょっと従業員視点、これは両方ですね、常に同じぐらいのウェイトで抑えておかなければいけないというふうに思っています。先ほど申し上げたホンダとして、組織人をイノベーティブにというときに、会社視点、従業視点というふうに申し上げたわけですけども、ここはそれぞれの施策において必ず抑えておくべき項目かなというふうに思っています。HR 以外でいくと、例えばマーケティングとかでいくとカスタマーエクスペリエンスということで顧客志向みたいなことがかなり進んできているというふうに思いますけども、ともすると人事領域というのはこの人事のデータとか会社が活用する、利用するみたいな視点がどうしても多くなってしまうのかなというふうに思ってますし、こうしたところはしっかり抑えておかないといけないなというふうに思っています。そうしたことからですね、下の少し字がちっちゃくて恐縮なんですけども、それぞれ のイベントごとにどんなデータを見ていこうかとか、どんな施策を打ってその効果を見ていこうかと、こんなことを会社視点、従業員視点、双方で整理をしながら進めていく、そのための HRDX というふうに思っています。はい。もう少し補足をさせていただきますが、HRDX の考え方ということで、こんなことかなということで整理したものになります。これは宇沢さんの本でを通してもやはり非常に感じたところではあるんですけども、HRDX をどういうふうに使っていくのか、っていうのはこの人への向き合い方そのものかなというふうに思っています。上部にですね、本田として大切にし続けていることということで、特に HRDX においてこういった視点は抑えておかなければいけないというものをここに挙げています。例えば左側からですね、人間の間には差はなくてただ違いがあるだけだというようなところですね、優劣じゃなくてちゃんと違いだを認めようという中身です。真ん中ですね、ホンダ、いわば夢を追っていくという会社ですけれども、それが本当に実現可能な夢なのか、それは叶えられているんだろうかといった視点はやっぱり抑えておきたいというところ
あと右側ですね、より人間らしく仕事を育成していくためにロボットを使いこなすという考え方があります。まあ、これは今の文脈に置き換えると、まあ、HRDX も同じだと思ってまして、 HRDX は我々が使いこなすと、使いこなされる側にあってはいけないと、まあ、こんなことは抑えながら進めているということです。まあ、そうしたことを考えながら、じゃあ HRDX においてはこういうことかなというのが、下の部分に書いている中身で、左側からですね、可能性を広げるというふうに書いています。冒頭小澤さんからも紹介いただきましたけども、その従業員の成長と可能性を広げるということをやはり掲げていまして、やっぱり HRDX の文脈でもここは外さないでいきたいと思います。やはり選別、人の選別ということではなくて、ちゃんと本人の可能性ですとか選択肢を広げる意味での HRDX にしていきたいと思ってますし、キャリアはじめですね、この尊重、成長といった文脈から、どうすれば頑張って、どうすれば成長できるかといった支援に使っていくという考え方になります。あと真ん中はですね、現場発ボトムアップ思想ということで、HRDX とホンダフィロソフィーはかなり親和性高いなというふうに思ってまして、HRDX はやはりこのホンダがホンダであるためにどういったデータを導いていくのかみたいなところが非常に大事だなと思ってますし、あとはこのホンダにおけるその人事部門だけではなくて、他の部門を巻き込みながらどうやって関係性を構築していこうかみたいなところもあります。あとはこの新たなアプローチに対するリトマス紙って書かせていただいたんですけども、先ほどそのともするとって話をさせていただいたんですが、やっぱり HRDX を使う上でどういったスタンスであるか、これは部門も従業員も経営もそうかと思うんですけども、どういったスタンスで臨むかということの、都度リトマス的に見ていくものになるかなというふうに。あと3つ目ですね、この新しいアプローチの探索ということで、これは主に人事部門に言える中身かなと思ってますけれども、ホンダはもともと三元主義ということを言ってまして、現場に行ってちゃんとコミュニケーションを取ろうだとか、いうことはもちろんやってますけれども、加えてこの現実をですね、いかにデータで迫力を持って伝えることをやっていくか、ちゃんとインパクトを持ってやっていけるかどうかっていうのが、新たな三元主義の一つの手段なんだろうなと思ってまして、これができるような人事部門にしていかなければいけないということを思いながら進めていると、こんなことを抑えながら本田における HRDX を進めているというふうにご理解いただければいいのかなと思います。はい。そうしたものを掲げながら、ここで主なものを例示というふうにさせていただいてますけども、入社のところで言えば、オンドメディアで社内における従業員の発信等を行っているわけですもけれども、こうしたところから言えるようなこと、チャンネル分析も含めてどうやっていくべきかですとか、あと採用要件の見直しということも行って、ミスマッチってありますけども、どちらかというとそのカルチャーフィット、カルチャーアドみたいなところですね、そうしたところにどこまで合わせているかといったところ、あと配置移動のところでいくと、これは岩井さんにもご協力いただいたところですけども、データ、数字で出てこないようなテキストのデータのところですね、いかに社員の従業員の声ということで、見える化をし、それを組織、マネジメントと共有しながら組織支援的なことができないかといった中身になります。でその下の、これはエンゲージメントサーベイですね。これは AI によるコメント分析、こんなこともやりながら組織の支援に役立てていきたいというところになります。それ以外にこの業務、能力開発、評価、退職率に挙げてますが、少し薄くて恐縮ですけど、このデジタルによる従業員の顔色チェックというものをがあります。これは近代のですね、データを主に持ってきているものになりますけれども、なかなかそのマネジメントもですね、環境が大きく変わったりですとかいう中で、一人一人の顔色チェックが難しいといったところ、これはリモートワーク等の影響もあると思いますけれども、こうした中でどういったところに、フラグを立てて、ここは気をつけた方がいいんじゃないかとか、こうしたサポートをしていればいいんじゃないかというようなことを行ったりもしています。その下ですね、学習プラットフォームにおけるというところで、これ昨年自律的な学習をより促していこうということで、ラーニングマネジメントシステムの方も導入しましたが、こうした中でどういった方が積極的に取り組みをできているか、その後パフォーマンスにつなげているかといったところを、ちゃんと通っていくというところ、それ以外も右上でいくと、この効率化、どういったことで効率化を図れているかですとか、あと今回の文脈にありませんけれども、組織、会社としてどのようなリソースシフト、スキル含めてやっていくかというところについても今整えているというところになります。この後ですね、この中の一部をご紹介できればなというふうに思います。はい。はい、ということで推進事例のいくつかを紹介をさせていただきます。
まずこちらの採用になります。採用で、この HRDX の取り組みでいくと取っかかりとして取り組まれている会社さんも多いのかなというふうに思っています。弊社も取っかかりとしてはこの採用からスタートしています。でこれやるにあたってですね、まずデータを分析するっていうことはやめようというふうに思ってまして、左側にある仕掛けということで採用要件の見直しを1回やりましたと。これ仮説をですねやはり置いた上でそれがデータ上どのように現れるかということの順番で行ってます。ですのでこの HRDX を先に来ることにはやっぱりないと思ってまして、それぞれの施策に対して HRDX で支援していくサポートしていくこんな考え方で臨んでます。採用要件ですね、今回見直しをし、ホンダが求める人材、また逆にですね、ホンダに応募したいという方が、本当に合うんだろうかというようなことにつなげていきたいというところから始めます。で、その後データ解析ということで、これ定性的なデータですとか、定量的なデータを組み合わせながら行っているというところになります。施策の効果ということで、ここは多少マスキングかかってますけれども、これ人材の優劣ということではなくて、人材のタイプが右側に、経年でどのように変化をしたかというものになります。今回この紫のところは若干色数が多くなっていると思うんですけども、ホンダとして、こういった人材を今後増やした方がいいんじゃないかという仮説を、当てたところに対して、かなり増えてきたといったところから、実際の仮説から実際の検証で見たときに、一定の効果が現れてきたのかなという。ただこれも採用の断面だけで判断することは難しいので、今後そういった方がいかに育成、能力を伸長できたかですとか、その後評価にどうやってつながっていったかの、場合によってその組織の構成をどうやっていくのかというところにもつなげていければなというふうに取り組みをしております。続いてこれ勤怠レポートということになります。これも若干繰り返しになりますけど、左側ですね、今新たな就業環境とマネジメント難度の上昇というのを書かせていただいてますけれども、やはりこのマネジメント自らがプレイヤーになるということが非常にどの会社も増えているのかなというふうに思ってまして、この中でいかにメンバーの状態を掴んでいくのかというのは非常に難易度が高まっているというふうに思っています。加えてこのコロナ禍において、労働環境もかなり変わっているという中で、どのように先進をしていってどのようにアプローチすればいいのかなというところは非常に難しくなっているんだろうなというふうに思います。そうした中で人事側としてこの勤怠データをですねいろいろ組み合わせながら、勤怠データに限らずですね、実際にじゃあ移動してきたタイミングですとか、それぞれ の置かれた状況等をですね表すデータをうまく組み合わせながら、こうしたところがキーになっているんじゃないか。例えばその勤怠のリズムが変わったようなタイミングですとか、そうしたものがあるんじゃないか、場合によっては同じ組織の中においても個人間差が大きく生まれている、例えば残業時間ですとか、こうしたところは注意した方がいいんじゃないかみたいなことをマネジメントの方にもお伝えできるような、そんなことをやりながら進めているというところであります。続いてこちらがですね、岩井さんのご協力いただいた中身でして、弊社では挑みながら、上司とメンバーとで、2way ということでやっているわけですけども、このテキストデータっていうものを本当にどうやって、可視化をし、どうやって、効果的なものをするかっていうのは非常に長年の課題でして、このテキストデータのプールはあるんですけども、これをどうやって可視化をし、どうやって本当に、マネジメントが見た時ですとか、このメンバーも見た時に、今自分たちの組織はこういった状況にあるんだなというようなことを、うまく伝える術がなかなかなかったというところになります。でこうしたものをですね、ボイスオブ、エンプロイということで、データ化をし、それぞれの組織ですとか、属性ということの特徴が何か言えないかということを挙げています。でそれを右側にですね、表示をしながら、さまざまなデータをですね一緒に組み合わせながら、こんなことが言えるんじゃないかみたいなことを示しているというところです。これはまだトライアルではあるんですけども、こうしたものを提供しながらやってます。ただここで我々として非常に注意をしているのが、こんなデータが出たのでこうしてくださいっていうことは一切言わないようにしています。我々もその組織支援ということで部門の中に一部入り込むようにしてるんですけども、そうした中でこういった傾向が出てますけれども、どうですか、どんなことが言えると思いますかみたいな、どちらかというとその問いかけに使っていくというような使い方をしていっています。これもまだ一部のに閉じているところありますけども、これももう少し電子的にも広げていきたいなというようなことで取り組みを行っています。
では次のセッションに参りたいと思います。次ましてはですね、我々とアライアンスパートナーであるリンクトインのですね、ヤン・ジオンさんからエンゲージメントについてのお話ですね、エンプロイエクスペリエンスについてのお話を、聞かせていただきたいと思います。ヤン・ジオンさんはですね、我々と同じようなこういわゆる外資系の人事コンサル会社で長くエンゲージメントとかカルチャーの専門のコンサルタントとして活躍されまして、で今年の1月に、リンクトインに新しくジョインされた方で、グリントという皆さんご存知かもしれませんけども、リンクトインさんが持つエンゲージメントサーベイのソリューションのリーダーも、務められているということで、日本と韓国をメインの地域として現在今、仕事を進められています。ではヤンさん、お願いいたします。はい、ありがとうございます。皆さん、こんにちは。私、リンクトインジャパンのヤンと申します。本日、データから読み解くエンプロイエクスペリエンスの最新投稿について、皆さんと共有させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。先ほど、大野さんからも、話がありましたけれども、ビジネス の環境は非常に競争が激しいです。また予測もできない変動要因が多いビジネスの環境の中で、優れた人材をいかに引きつけて引き止めて、またエンゲージさせて、でパフォーマンスを出してもらうのかというのは、人事 の課題を超えてですね、経営 の課題として位置付けられている時代でございます。でエンプロイエクスペリエンスとは、このページに書かれておりますけれども、社員が会社と持つ全て のタッチポイントを、呼んでおります。である会社はエンプロイエクスペリエンス の定義を、会社が、ベストを作してまた尽くせるように社員が会社が支援することと定義しております。でエンプロイエクスペリエンス の専門家であるジョージ・バシン氏がいますけれども、その方が書いたエンプロイエクスペリエンス のレポートには、肯定的なエンプロイエクスペリエンスを与える要因には6つあると話してます。まず1つ目が意味ある仕事を提供すること、2番目が肯定的な職場環境を提供すること、3番目は成長できる機会を提供すること、4番目は、社員の健康とウェルビングをですね、大事にしてケアすること、で5番目と6番目はリーダーシップに関わることなんですけれども、効果的なリーダーシップを発揮して社員から信頼される会社になることと書かれております。でそうしましたら、先ほど申し上げました肯定的なエンプロイエクスペリエンスに影響を与える6つの要因をよく見ていただきますと、社員個々人に焦点を当てているのがお分かりになるかと思います。従来 の人材マネジメントは人事機能を中心でした。その一方、今後 の人材マネジメントは先ほど本田様 の話もありましたけれども、社員個々人に焦点を当てて、じゃあ社員個人個人のニーズは何かということを把握して、その社員が成長できるようにどのような機会を与えて登記つけて、またエンパワーしていくのかということが、従来これから の人材マネジメント のイメージとなります。それを弊社リンクトインではピープルサクセスストラテジーと呼んでおりまして、つまり社員がベストを尽くして、でまたベストを尽くせるように会社が支援することを最初 のイメージ、ゴールイメージとして持っております。ありがとうございます。もう一つはやはりその今日データというのが一つのキーワードだったと思うんですけども、ピープルアナリティクスなんて言われることもありますけれども、まあ弊社の人事部門には実はアナリティクスに詳しい専門家は社内にいませんということで、今日発表された中でも随分いろいろ人事部の中でデータを導いて会を結びつくトライアルをされていると思うんですけども、本田さんはどうやって自社の部門でピープルアナリティクスといったものを推進されているのか、その体制とか人材の確保、この辺いかがでしょうか。非常に今日もプレゼンの中で話しましたけど、非常に難しいことでして、我々も潤沢に人がいるかというとそういうことではないのが事実ですと。で今はトライアル的に数名のチームを組んでやっているという状態なのと、あと外部の方にもやはり来ていただいていまして、そのデータのエンジニアみたいな方ですとか、あとは実際にホンダがこういうことをやりたいとかいうことを、例えばこういった場面で私が発信をした後にですね、これだったらちょっとやってみたいみ
いなことを反応してくれた社外の方が副業的に入ってくれたりですとか、まあ、そんなことをやりながら今こんなことできるんじゃないかあんなことできるんじゃないかっていうことを捉える時に進めてるっていう状態なのが今あります。はい、そうするといろんな、まあ、社内の方の育成もあれば、はい、外部の方もそれこそいろいろ組み合わせたチームで少人数で今試行錯誤されているということですね。はい、まあ、弊社でもその人事部門において研修、まあ、人事部門の人材をどうやって作るかという研修はもちろんやってたんですけども、そこにこの HRDX ですとか、うん、まあ、いわゆる統計的な観骨だとかそういうことはもうより入れていかないといけないんだろうなということは、はい、ありがとうございます。はい、今の例非常に現実的な進め方だと私も思ってまして、よくご相談を受けるんですけど、やはり人事部門の中にデータサイエンティストみたいなのを採用したり常駐で採用するのは結構難しいというのが多くの企業の実感値ではないかなと思いまして、むしろ人事ならではの組織人事をよく分かってるってこうビジネスへの理解にどのようにデータを活用するのかというやはりビジネスの洞察というものの方がこれからのピープルアナリスト重要だと思います。まさに人事部の方の方から転向していくというんですかね、純粋なテクノロジーのエキスパートよりはそういう方から経験されていくのがいいんじゃないかなというふうには思います。はい、一つだけいいですね。はい、やはりまた新たな領域で何が正しいかどうかもわからないっていうところがあるので、まあ、今日うちのスタッフも来てますけれどもやっぱり多少なんていうんですかね、多少でもないな、かなり失敗はもうしていいっていう形で与えてあげないと、まあ、苦しいなと、まあ、もちろん成果求めないってことじゃないですけども、本当にタイミングタイミングでもうカチカチってやるとなかなかモチベーションも保ちにくいだろうなって思いますし、正解がわからないのでとりあえずやってみて、ということが非常に大事なのかなと思っているので、そういった意味でも多少こっそり始めてうまくいったら大々的にアピールするみたいなことが多分上司側には必要なのかな。そうですね、はい、確かに絶対失敗できないという状況で若手がピープルアナリスが始めること難しいと思いますので、まあ、上司のその辺の、まあ、裁量といいますか投資だっていうような判断も重要ということですね。はい、わかりました、ありがとうございます。